この技もしかして強くねえわ。なんか喋った。どうも皆様はじめまして、ゆっくり実況始めました。ということで初戦は子供リンクです。ねえねえマリサ、王道した。ゆっくり実況編集めっちゃ面倒くさい。おしまえ。まだ始まって30秒も経ってないぞ。軽い気持ちで手を出したけど、こんなに大変だとは思わなかった。そもそもなんでゆっくりなんて始めたんだ。こんなに大変だとは思わなかった。いきなり編集ミスしてるぞ。今まで対戦動画に字幕つけて、普通に対戦動画上げてたんだけど、もっと遊び心が欲しくなったの。今度は字幕はみ出てるぞ。まあとはいえ今まで通り普通に解説もしていく予定。意外と解説は需要あるみたいだからな。お前もはみ出てるぞ。さあとか言ってる間にもう80まで追い込んだ。ここまで追い込んだらダウン連か復帰阻止したい。ねえねえマリサ、なんだ今度は。編集疲れた。だからやめちまえ。ほら早くバースト狙うんだ。そうか、早くバーストして対戦時間短くすれば編集の時間も減る。なんかすごいこと言い出した。とはいえ早期バースト狙うのって意外と難しいから。ここで。え、何今の。最近ピカチュウの横 B の可能性を探してたら見つけた。めっちゃ使い道ありそうじゃん。とはいえ初見殺しに変わりはないからそんな何回も使えないけどね。お前もう編集面倒くさいだろ。ということでここからは口数減らさせてくれ。ゆっくりって口数多くてなんぼな気がするけど大丈夫か。じゃあこうしよう。今までの字幕解説はゆっくりで入れつつ、ゆっくりで茶化すところは茶化す。これでどうよ。めっちゃ邪魔。ねえめっちゃ邪魔。ここです。また決まったぞ。普通に2回目も当たるなこれ。さあこっからは普通に解説するぞ。温度差すごいけど我慢して。さあ空母が当たったから外に追い出そう。空母からクエムループに行かないのはなんで。今のは崖が近かったからだね。崖が遠くても復帰の弱いキャラは空母でひたすら運ぶ。なんか気づいたら勝ってるぞ。後半喋らなさすぎてすぐ終わった。そこなのか。さあ2戦目はクラウド。クラウドとピカチュウの相性ってどうなの。個人的には5分からで有利くらいだと思うよ。剣キャラとハエ復帰が弱いからピカチュウの復帰阻止が刺さる。もう字幕がはみ出すの無視するからな。ちなみにこの前ピカチュウ使いたちで相性能も作ったよ。参考程度にこの辺に置いとくね。めっちゃ詳しくはメモさんのツイッターかアーカイブを見てね。いつの間にかクエヌループでめっちゃダメージ稼いでる。雷で崖展開維持。2回回避左下から回避しないかと思ったけど外れ。見て見てマリサ狂気リジャスができた。やるやん。受け身取る読みで横スマ。もし受け身取れなくても今みたいに当たってくれる。クラウドは復帰弱いから外に出す。ジャンプ使ってるから回避にも下から復帰にも刺さる雷。完璧やん。せめてなんかええや。サーミスト先行したし相手も焦る頃だし、冷静に立ち回ってじわじわ痛ぶって、相手がイライラして攻めてきたところをこれでもかと差し返してダメージ稼いでいい気分で終わらせましょうか。いつもそんなこと考えてんのか。これくらいの気持ちでやらなきゃ勝てないのよ。スマブラを舐めないで。ごめんなさい。さあ見てなさい。ここからダメージを受けずにじわじわ相手を追い込んでいくから、さあ見てなさい。下スマを BA で差し返し、相手の暴れを BA で借りつつダメージ受けてんぞ。食う前の暴れを倒してジャスガで反撃を狙え。できてないぞ。電光石火で距離を、危ない。なんで今の当たってないの。冷静さどこに行ったの。ここでジャンプやる雷。ちょっと遅かったな。今の雷を避けるとはやるじゃない。だが下強で差し返してとどめの引き横スマ。食うの失敗してるぞ。そんな時は雷でとどめ。崖に直撃したぞ。まだまだレイムちゃんのターンは終わってない。食う前をガードしてしっかり各班の上スマでとどめ。なんで当たってくれないの。こんな時でも冷静に引きスマで差し返しては。もう何でバーストしたらいいかわからない。それがありました。それやりたいだけだろ。さあ3戦目はマリオです。ピカチュウとマリオの相性はどんな感じ。個人的には五分かなと思ってる。あ、ちなみにピカ使いたちで作った相性能があるのでこの辺に置いておきます。ですか。あ、ちなみにマリオはこの辺です。切れてんだが。詳しくはメモさんのトイッターかアーケーブを見てね。まあ実際のところマリオのクエヌをジャスがしないとピカチュウは各班がなかったりと少し面倒な相手だよ。そうなのか。だいたいファイアーボールを巻きながらクエヌで降りてくるから結構ジャスがは狙いやすいんだけどね。あ、ごめん、ジャスがしなくても反撃でした。どっちやねん。まあ詳しいことはコメントで視聴者が教えてくれるよ。解説どこい。さあとか言ってる間にもうバースト圏内。下強でダウン連か外に出して復帰阻止に行きたいね。
さあ追い出せたな。どんなルートで帰ってくるかわかんないから雷。ファイアーボール巻きつつ戻ってくるっぽいね。じゃあ次はそこを潰したいな。回避上がり読みデッキスマ。ここで暗い殿下の砲塔を打ってからジャンプ寄り打って、まあ復帰の時にジャンプしてくる相手だし避けられると思った。ファイアーボールの光速めがけて空下、崖にも空下の判定かぶせに行ったから多分死んでた。0% のマリオと戦うの結構苦手なんだけどどうすればいい？私もわからん。ねえ解説。キャッチ隙は極端に少ないキャラだから、私ならガーキャンからしっかり反撃狙うのと、ガード固めてると投げられやすいから気をつけるから。さらっと復帰ミスしてんぞ。コンボは結構入りやすいからしっかりダメージ稼ぐのと、浮かせた時の暴れは弱いから空上で着地狩りする。あと空後は結構リーチがあるからカウンターに気をつける。なるほど。上手い人は透かし投げとかで投げを通してくるから、ガードばっかりじゃなくて引き捨ても大事だね。なるほどなるほど。あとこのポンプにも注意。何も考えず石化すると浮かされてやられちゃう。復帰の時は下から横ば使って帰ってくる意識が大事。解説してる間にラストストックだぜ。今後でダメージ稼ぎたいね。空後当てて、空上かす当てから空上のループに、しっかり別件も確認しつつ、表裏確認して掴んで下投げ、空前折りから下強して DA。はい 72%。 うんよ。2倍も良くてダメージも高い。気づいたらもうバースト圏内だ。さて何でバーストしてやろうか。もう横 B の復帰阻止は避けられるの見えてるぞ。いやいやそんなことない。さっきはジャンプで避けられたけど、ジャンプで避けるならジャンプをさせなければいい。そんな簡単に言われても、今ジャンプ使ったね。ジャンプできないよね。当たるよね。当たるのかよ。さあラストは床だ。床との相性はどんな感じ？こんな感じ。だからわかんねえよ。ねえねえマリサ、いつまでその喋り方するの？ねえねえマリサ、戻った。ここはオンラインって知ってる？オンラインは最低でも 6F のラグがあるらしい。6F って具体的にはどれくらい？ね、確か地下中のクーエムが発生 3F だから、オンラインだと A ボタンを押してからクーエムが出るまで2倍以上の時間がかかる感じ。そう言われると結構ラグあるんだな。いや待って計算合ってるかわかんない。まあ詳しいことは視聴者がコメントで教えてくれる。視聴者をなんだと思ってるんだ。でね、カチューはそのラグでバーストが楽にできるの。ラグがあるおかげで。そう、ラグがあると画面を見てから動くのが困難になる。つまり見てからベク編とかの対応がオフより難しい。なるほど。まあ見てなさい。ここです。これか。そう、上投げからの雷。有名なバースト手段だけどかなり対応は難しい。これやってるだけで勝てるんじゃないか。いやぶっちゃけ当たり前に左右に別変してくる人もいる。マジか。だから上投げした後ちゃんと別変してないか確認して、その後に雷を打つようにしてる。もし別変してくるならそのまま着地狩りしたり、別変が読めるなら別変先に雷したり読み合いすればいい。なるほど。気づいたらめっちゃクエヌループしてる。さあ外手出したものの、床の復帰阻止って結構難しいからあんまり外には出ない。え、めっちゃ飛ぶんだけど何それずるくない？ラブ利用してたやつに言われたくないぞ。いいもんいいもん。ピカチュウにだって上投げ雷っていう最強技があるもん。とはいえそう簡単に投げ通すのも難しく、いいもんいいもん。結構簡単だった。さあラストストック。ここは投げだった。雷でタイミングずらす。下スマを枯れてるから上から変える。やっぱピカチュウの復帰ルート多彩だな。さあ捕まえた。ここから一気にバーストまで持っていくぞ。そんなことできるのか。ふふ見てなさい。空後でだけ寝てお。バーストするにはもう少しパーセント欲しいな。ピカチュウの復帰阻止を舐めちゃいけない。まだ無理じゃね。忘れた頃にやってくる。あった。じゃーん。あったなそんなの。はい、ということで今回はここまでです。横 B の使い道って結構あるんだな。ゆっくり実況大変だけど楽しいから続けるよ。多分きっと。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。バイバイ。